皆さんのプログラミング自体を今までしたことがあるかどうかっていうので、プログラミング自体が初めてっていう方どれぐらいいるか手を挙げていただいてもいいですか。でもそんなにはいらっしゃらないですね。大体は結構基礎的な知識があるって考えても良さそうですね。まあでも、まあ、とりあえず基本的なプログラミングの、まあ、ところから Python によるプログラミングの方法から、Rhino においてその言語を使ってどうやって、いろんなものをコントロールするかっていう方法をこの授業では教えていきたいと思います。で、今回使うファイルは、最初に金岡からお送りしたファイルの1から9までを流してやりたいと思います。で、10と11っていうのはちょっとだいぶ、アドバンストな話ではあるので、でも9までできればだいたい中を見れば分かるようにはなっているので、だいたい9までやって、理解していきたいと思います。で、12っていうファイルは皆さんにはお渡ししてないんですけども、去年の7月ぐらいにアップデートされた Python に新しく加わった手法が12っていうコンポーネントには書かれて、12っていうクラスファイルに書いているんですけども、もし余力があればその方法も、教えていけたらと思います。で、早速まずは基礎の基礎から、プログラミングの基礎の基礎からちょっとやっていきたいと思います。で、最初にまず、1のクラス E の Python Basic っていうのをグラスホッパーで開いてください。で、まずはどうやって Rhino 上、グラスホッパー上で Python コンポーネントを使うかっていう、どうやって置くか、どうやって記述するかっていう方法をお教えしたいと思います。で、まず Python コンポーネントっていうのはどこにあるかっていうと、MAS、インストールしていただくと、MAS タブの中の、スクリプトサブタブがあるので、その中にPython スクリプトというのが入っているはずです。それを出してください。で、基本的には左側に、サンプルファイルの左側に書いてあることを、真似して作っていくという感じにしたいと思います。で、出していただくと、もうすでに最初からインプット XY というのとアウトプットアウトと A というのが出ています。で、ダブルクリック、この出していただいたコンポーネントをダブルクリックするとスクリプトエディターが現れます。ここに、プログラミングを書いていって、で OK を押すとそれが実行されるという形になります。まずは Python 自体の、まあ、ちょっと簡単な、言語というか手法の書き方っていうのをやっていきたいと思います。基本的に、Python というのはすごい簡単な、言語で、例えば足し算をさせたい場合というのは1足す3というように書いて、で、それでテストっていう、左下のテストっていうボタンを押していただくと、これで何もエラーがなければエクセキューションコンプリテッドサクセスフリーというふうに出ます。で、もし例えばこの1たす3という数字を、アウトプットとして出してみたいという場合はプリント1たす3というふうにしてみてください。で、プリントスペースの1たす3というふうに書いてテストを通すと、下のこのコンソールと呼ばれる部分にその結果が表示されます。まあ、このように、まあ、あとは掛け算なり割り算なりもいろいろできるようになっています。で、それを、まあ、Rhino で使う、グラスホッパーで使うっていう時にじゃあどうやるのか、それをどう使うのかっていう話なんですけども、 Rhino、グラスホッパーのコンポーネントにはすでにインプットとアウトプットっていうつなげるためのこっちがあります。で、それとこのスクリプティング言語をうまく組み合わせることで
インプットしたパラメータを用いてでスクリプトで処理してアウトプットとして何かしらを出すというふうにすることができます。じゃあ例えば今このコンソールの部分に4って出ている数字を A のアウトプットから出したい場合どうするかっていう話なんですけども、それはこのように書きます。 A イコール 1+3 っていうふうに書きます。でそれで OK を一度押してこのスクリプトエディターを閉じてください。で A から何が出てるかをパネルをつないで見てみてください。そうすると4っていう数字が出てるかと思います。このように簡単にスクリプト内で書いた計算を外にアウトプットとして吐き出すことができます。じゃあ今度はインプットとして何か数字を入力してみて、その数字をスクリプト内で足し算してでアウトプットとして A から出してみたいと思います。なのでスライダーを2つ作ってみてください。適当な数字のスライダーを2つ X と Y につないでみてください。つなぎ終わったら Python コンポーネントサイドダブルクリックして、じゃあ今度はこの X に入力した値 Y に入力した値をどう使うかっていう話なんですけども、単純に1今ここに書いてある1っていう数字を X に置き換えて3を Y に置き換えてみてください。それでテスト、左下のテストをしてエクセキューションコンプリティッドサクセスフリーになれば無事にスライダー X と Y につないだスライダーが足し算として A から結果として出てきます。でもしここで例えばスペルミスなどをして間違った文字を入れてテストしてしまうと、ランタイムエラーっていうのが出て、これは動きませんっていうふうにエラーが出ます。でこのコンソールの部分を見てみるとどこにどういったエラーがあるかっていうのが書いてあるので、それを見ながら、デバッグをバグを潰していくことになります。で今回の場合は NameYAF っていうのは存在しないっていうエラーなので、Y っていうのはこのインプットの部分で指定した名前なので正しい名前に変えてテストすれば、無事動くという形になります。でこのじゃ試しに、皆さんの方で掛け算のコンポーネントを自分でちょっと書いてみて、X と Y を掛け算の結果が A から出るようにしてみてください。新しく Python コンポーネントを出してスライダーをつないでみて、アウトプットから出るやつは足し算ではなくて X×Y の値になるようにやってみてください。そんなに難しいことではないかと思うんですけど、足し算の先ほど書いた足し算の部分を掛け算に直すと、無事動いてるはずです。で基本 Python コンポーネントの上には一応どういった、スクリプトが書かれてるかっていうのを一応チートシートとして用意してあるので、分からなくなった場合はここからダブルクリックしてコピーして、文字をコピーしてペーストしていただければ動くかと思います。じゃあ次ステップ2に、もうちょっと Python の、スクリプトの、基礎というか、スクリプト自体でどういったことができるか、まずは LINE のスクリプトに入る前に LINE の Python 自体で何ができるかっていうのをもうちょっと見ていきたいと思います。2のクラス E のループっていうファイルを開いてください。次にやりたいのは繰り返し処理です。グラスホッパーは一つ苦手なことがあって、それがコンポーネントを一つ組み上げたコンポーネントを繰り返し繰り返し行う作業っていうのが、グラスホッパーは非常に苦手です。
それを実際やろうとすると、プラグインとして外部プラグインとして例えばフープスネークと呼ばれるようなものを利用するか、あるいは作ったコンポーネントをコピペして何個も何個もコピーして同じ処理をさせようとするっていう以外ありません、っていう以外ないんですけども、 Python を使うことでそういった繰り返し処理をスクリプト内で全部書いてしまうことができます。でそのためのループ処理を教えたいと思います。では、Python スクリプトを出していただいて、で今回は、連番の数字を作りたいと思います。どちらかというとそのシリーズコンポーネントというのがあるんですけども、それと同じような働きをするスクリプトコンポーネントを作ってみたいと思います。じゃあまず x の値には、リスト上にいくつの数字を作るかっていうのを指定して入れたいと思います。例えば10個の連番の数字を作りたい場合は10っていう数字をとりあえず x に入れておきます。で y っていう数、y のインプットには、いくつごとステップシリーズでいうステップの数字を入れたいと思います。例えば50ずつ上がりたいんであれば50、30ずつ上がりたいんであれば30っていう、そういった数字を、y に入れてください。でアウトプットの a にはパネルをつないで中身が見れるようにしておいてください。じゃあ実際にここで、ループ処理を、Python スクリプトをダブルクリックして中身を書いていきたいと思います。でまず、リストとして出力するので、さっきは a イコールなんちゃらっていうふうに数字というような書き方をしていたんですけども、今回はリストとして一つのリストの中に複数のアイテムが入っている状態を、アウトプットしたいので、まず、空っぽのいくつでも物を入れることができる空っぽのリストを作っておきます。書き方はリストイコール、仮括弧の でリスト、この最初の書いたリストっていうのはリストの名前で、別に名前は何でも何にしていただいても結構です。例えばサンプルリストってしていただいてもよろしいですし、自分の名前に変えていただいても大丈夫です。今回はリストっていう名前、分かりやすくするためにリストっていう名前にしておきます。これでまず空っぽのリストができたので、そこに連番の数字をリストの中に一個一個入れていきたいと思います。その際に利用するのがループ処理になります。まあ、最初にまずはループの書き方だけ書いてしまいます。最初に for と書いて i の i スペースの in で range で括弧で括弧の中に x でコロンで、ここまで書きた方は、まずfor っていうのがどういうものかというと、まず i っていうのは、最初にまず x に10っていう数字、まあ、10なり3なりいろいろな自分の好きな数字整数を入れていただいたと思うんですけども、まずレンジ、に入れたこの x っていうことをすることによって、10個の例えば10っていうインプットを x に入れた場合は10個の0から数えて1ずつ上がった10個の数字がこれで取得することができます。例えば10って入れたら0から9まで0123456789っていう数字をこれで取得することができます。で i っていうのはその0から9までの番号を順番に見ていくその数字です。でちょっと先にコードを書いてしまいますが、その0から9っていう順番にできる数字を i かける y とすることで、例えば i が0の時は
i×y で結果が0と、 i が1の時は、今僕は y に50っていう数字を入れてるので 50×1 で50で、 i が2の時は、2×50 で100っていうふうに1ずつ上がっ i が1ずつ上がっていく、上がっていくたびにこの中のコードを実現、実行していくという形になります。この for i in range x っていうでコロンを書いた後、リターンをして、その後に書かれたコードはすべて、i が1上がるごとに再度繰り返し行われていく処理となります。例えば i が0から始まって0で 0×y っていうコードが実行されたら、次に i が1に戻っ、 i が1に上がってで 1×y でコードが全部終わったら 2×y、3×y、4×y っていうふうに i が9になるまでレンジのここで指定した、数字の数になるまでこの処理が実行されます。で今回実行したい処理っていうのはリストの中にその計算したこの i×y っていう数字を入れたいので、この i×y の前にリストに入れますっていう宣言する必要があります。それがリストドットのアペンド append のカッコで、カッコの中に i×y っていう数、計算式を入れます。そうすることで i が0から9の間、i×y っていう数字をリストの中にどんどん突っ込んでいくということになります。全部で10回突っ込むことになります。でこれで突っ込み終わったら、最終的にこのできたリストっていうのを A から、アウトプットしたいということになります。で今、気づかれた方いるかもしれないですけども、 for でリターンした後4つのスペースが作られているのが分かると思います。この4つのスペースっていうのはこの for の後の4つのスペースに書かれたコードが繰り返されますよっていうことです。なのでここにコードを書き続けると、その for ループの中の、処理として、判定されることになります。なのでフォアから抜け出したい場合、繰り返し処理から抜け出したい場合はこのスペースを消して新しい行として始める必要があります。でそこに A イコールリストと書いてください。そうすることで A から A のアウトプットから今作った、今リストに入れた数字を吐き出すことができます。ちょっと今エラーが起きてしまってたのは、これ今エラーメッセージを見てみると、レンジはインテジャーしか使えないと、でもフロートを入れてますよっていうエラーが出てます。これどういうことかっていうと、今 x に10っていう数字を入れてるんですけども、Python のスクリプトが勝手にそれはフロートのタイプであると判定して、でこのようなエラーを出してしまっているということです。フロートっていうのは不動小数、その何 小数点を含んだ数字で、本当はここには整数を入れないといけないです。なのでこれ10っていう数字は整数であるっていう指定をしてあげる必要があります。なので一度スクリプトエディターを OK をして閉じていただいて、 X を右クリックして、でそうすると下の方にタイプヒントっていうのをメニューがあります。そのタイプヒントからイント、インテジャーのイントを選んでください。そうすることでこれは x は整数であるという指定を明示的にすることができます。そうすることで、レンジの中に入った x っていうのはイントですよっていうことを指定することができます。なのでさっきのようなエラーが出た場合は、明示的に入れたインプットは何であるのか、どういうタイプであるのかっていうのを指定する必要があります。これがループ処理です。ここまでは大丈夫でしょうか。じゃあ次に、条件分岐、Python による条件分岐を教えたいと思います。3のクラス E の if っ
ていうファイルを開いてください。今度は、条件向き、もしこういう条件だったら何かを返して、もしそれ以外だったら、違う値を返すというような、条件によって値の出る値を変えるというような、そういった手法を使ってみたいと思います。まずは Python スクリプトからの Python スクリプトを出していただいて、 X と Y に数字、適当な数字を入れてください。で、A には、パネルを出して、パネルをつないで中身が見れるようにしておいてください。そしたら、Python スクリプトをまた、ダブルクリックしてエディターを開いていただいて、じゃあここで、分岐を、書いてみたいと思います。じゃあ今回やりたいのは、例えば X の値が Y より大きかったら、true という値、true false の true という値を返して出してアウトプットして、X がもし Y より小さかったら false という値を返すような条件を書いてみたいと思います。で、条件の書き方はまず if から始めます。 if で、今回比べてみたいのは、 X がもし Y よりも大きかったら X 大なり Y っていうまず書き方をして、で、コロンと書きます。for loopと同じように、条件の後にはコロンをつけてください。そのような書き方をすれば、リターンを押すと自動的に4つまた、スペースが分かれます。これもまた、この4つスペース空いた後に書かれたものが、この条件に沿った時に、実行されるコードですよっていう意味です。なのでfor loopの時も if の時も、後には必ずこの4つのスペースがあるっていうのを覚えてください。じゃあ今回は x が y よりでかい場合は a から true を出したいので、 ifx 大なり y の場合イコール a イコールの true としてください。で、それ以外、 x が y よりも小さい場合は一度スペースを全部消して新たな条件を書きます。で、再度これ if を使ってもいいんですけども、それ以外っていうコマンド、シンタックスがあるのでそれを使います。それは else と呼ばれるものです。 if と書いた後に else とつなげると、if x 大なり y 以外の条件になった時という条件式になります。で、それでまたリターンをしてあげると4つスペースが開かれるので、そこで a イコール false と今度は書いてください。これでテストをしてみて、何も問題がなければエクセキューション completed successfully というふうに出るので、アウトプットからは y と x の値に応じて true false が変わるようになります。この状態でスライダーを変えてみると、 x がもし y より大きくなったときは true になって、 y がもし x より大きくなったときは false になるというような、条件分岐のコードが書かれるということになります。実行されます。ここまで大丈夫でしょうか。何か質問があれば言ってください。次に、4クラス E の LinoScript シンタックスっていうのを開いてください。ここまではまず簡単に Python の、文法の話だったんですけども、次にちょっと LinoScript を実際に呼ぶ方法、呼び出す方法っていうのを教えたいと思います。 Python を使って
ライノが持っているコマンドを呼び出す方法をお教えしたいと思います。でまずここに置かれているサンプルとして置かれているものをちょっと動かしていただきたいんですけども、スライダーを動かしてみると球の半径が変わる、そういったスクリプトが書かれています。これは球の半径を指定して球を作るっていう、Python スクリプトになっています。たったそれだけのものなんですけども、球を作るってい もうスクリプトがすでに Python の中に、Rhino スクリプトの中に入っているので、それを使うことで今まではスフィアコンポーネントを出していたものをスクリプトで実現することができるようになります。これ何がいいかっていうと、スクリプト内で先ほど行ったような条件とかループと組み合わせることができるようになるので、もっと複雑な描写を、スクリプトだけでできることができるようになります。なのでその方法をお教えしたいと思います。では空っぽの Python をまず出していただいて、今回インプットとしては、スフィアを作るには何が必要かっていうので、まずスフィアの中心となる点と、あと半径であるので点と半径の数字を入れられるようなインプットとして作りたいと思います。なので X にはポイント、コンストラクトで、コンストラクトポイントでポイントコンポーネントを出して、それを X にで、 X と Y と Z には適当な数字を入れておきます。ポイントの X と Y と Z には適当な数字を入れておいて、半径 Y の値にはPython の Y のインプットには半径を入れたいと思います。適当にこれも数字を入れておきます。じゃあ今度は、Python スクリプトをタブクリックしてエディターを開いてください。で今度は今までとはちょっと違って、 Rhino が持っている Rhino スクリプトを、実行してあげる必要があります。今までやったのは Python がデフォルトで持っている機能を使っているところだったんですけども、今回は Python、Rhino スクリプトが持っている、シンタックスというのがあるので、機能というのがあるので、それを呼び出してあげる必要があります。それを呼び出すための、儀式として、最初にまず1行目書かなければいけないことがあります。それがインポート、インポートというのは Rhino スクリプトをするライブラリーを読み込むための、コードです。でインポートスペースの Rhino スクリプトシンタックスと入力してください。書いてる途中に多分こういったポップアップが出てくると思うので、そこに Rhino スクリプトシンタックスとあればそれをダブルクリックしてください。で書いたら、as スペースの as スペースの rs と、これは実際にはする必要はないんですけども、 as rs というふうにすることでライブラリーを短いコードとして、記述することができます。後々この rs というのをよく使っていくことになります。なのでここは別に rs としなくても自分の好きなように書いていただいても結構です。で1行目これ書いていただいたら A から Q を出したいので、Rhino スクリプトシンタックスから Q を作るコマンドを呼び出したいと思います。それが RS という Rhino スクリプトシンタックスの中に入っている機能なので、最初に RS と書いて、でドットと書いてください。そうするとその RS っていうスクリプトシンタックスが持ってる機能の一覧がずらっと出てくるはずです。でその中にある、機能を選んでいくことになります。で今回欲しいのはスフィアを作る、コンポーネント、Rhino スクリプトなので、その中の addSphere っていうのを選んでください。で addSphere があったらダブルクリックして、あるいは addSphere と自分で書いて、で、カッコを記述してください。で、カッコを押すと、
括弧の最初の括弧を押すと、閉じる前の括弧を押すと、下のコンソールの部分にどういったインプットを入れたらいいのか、どういったアウトプットが出てくるのかっていう説明文が書かれています。今回の場合、インプットを何かっていうのを確かめるには、このパラメーターズっていう部分の下の部分を見ていただければ、直下の部分を見ていただければ何を入れたらいいのかが分かります。最初に入れなければいけないのはセンターオアプレーン、センターポイントのスピアのセンターポイントというふうに書かれています。なので最初のパラメーターは、中心点であるというのが分かります。で、次2番目というのはスフィアの球の半径であるというのが分かります。なので1番目には点を入れて、2番目には半径の数字を入れます。で、点っていうのは今インプットの x に入れたので、最初のパラメーターは x です。で、2番目のパラメーターは、コンマを置いてから y が半径の値になります。それで括弧を閉じてください。で、この状態でテストをして、まず動くかどうか確かめてください。で、問題なく動けばエクセキューションコンプリートサクセスフリーとなって、 LINE の画面上に、指定した点に Q ができているのが分かると思います。このように LINE のスクリプトを持っている、機能を使うことによってジオメトリを作るという方法があります。で、まあ、実際探し方として rs. でこうやっていちいち探すというのでもいいんですけども、もうちょっと具体的にどういった機能があるのかっていう知りたい場合は、今スクリプトエディターを開いている状態で、メニューから、そのスクリプトエディターのメニューから help、 そこから help for line の script syntax っていうのを選んでください。で、そうするとこのようなヘルプ画面が出るはずです。その中に LINE のスクリプトが持っている機能の一覧が全て書かれています。例えば今のスフィアであれば、検索でスフィアと入れてあげれば、いくつかスフィアに関係ある機能が出てきます。ここでダブルクリックしてみれば、このコマンドが一体何ができるのかっていうのを教えてくれます。こういったドキュメントを利用してスクリプトを組み上げていくという形になっていきます。ここまでは簡単な LINE のスクリプトの使い方です。以上、大丈夫であれば次のステップに進みます。5のクラス E のグリッドオブジェクトというのを開いてください。じゃあ今度はもうちょっと今まで習ったものを総合して、じゃあ実際にジオメトリー組み合わせて作ってみたいと思います。まあ、まずは簡単な例として3次元グリッドを点で作ってみるということをやってみたいと思います。じゃあもうサンプルとしては出ていますが、結果としてはこのようなものができるような、XYZ の数とその感覚、グリッドの感覚をいじれるようなスクリプト、点のグリッドが出力されるスクリプトを書いてみたいと思います。で、一度今見えているものは全部選択して隠しておいて、プレビューでオフにしておいて、新しく Python スクリプトを出してください。で、今回インプットとして4つ必要なので、XYZ の数とその間隔の値、4つ必要なので、4つの入力を入れたいと思います。4つの入力を作りたいと思います。あとそれ以外にグリッドを開始する点の情報、点の位置も指定したいと思うので、全部で5つですね。なので全部で5つのインプットを作っていきたいと思います。今までは2つのデフォルトの XY を使っていたんですが、今度は足してみたいと思います。足し方は、Python スクリプトを拡大していくと、拡大して見ていくと、
左上の方に、Python の左上の方にプラスマイナスといったアイコンが並んでいるのがわかると思います。このプラスマイナスを押すことでインプットの数を増やしたり減らしたりすることができます。例えば X の上のプラスを押してまずは Z というコンポーネントを作ってみたとします。で、 Z ではなくて今回はポイントの位置としてこれを使ってみたいので Z の位置で右クリックを押してこれを OBJ に名前変換してみます。一番上の方に右クリックして Z と書いてあるところを選択して OBJ とリネームしてみてください。ベークの上にある、テキストです。で、今度は Y の下に Z というインプットを作ってさらにその下に、間隔のための S という、インプットを作りたいと思います。デフォルトでは今 U になっているのでそれを右クリックして U を S に変えます。じゃあ次に、X と Y と Z っていうのは今回は数、何個置くかっていう数なので整数になるのでこれは整数であるというふうに指定したいと思います。指定の仕方はさっきと同じように X で右クリックして下の方にあるタイプヒントからint を選んで整数であると明示的に指定する。 y に関しても同じように int であると指定し z も同じように int であると指定します。で、最後の s に関しては整数である必要はない間隔なので、これは不動小数としてフロートとして指定したいと思います。なので s のところで右クリックを押してタイプヒントからフロート FLOT というのを選んで指定してあげてください。で、これでまずは Python 自体のセットアップが終わったので次にスライダーとオブジェクトをつなげていきたいと思います。まず OBJ というインプットには開始点を入れたいのでコンストラクトポイントでポイントを作って、ポイントを入れておきます。で、XYZ には、数値いくつか、いくつ作るかその方向に作るかっていう数字を入れたいので整数の数字を入れておきます。スライダーで入れます。で、 S にはグリッドの間隔を入れたいので何か小数点の含んだ数字を入れておきたいと思います。で、アウトプットの A には中身が分かるようにパネルをつないでおきます。ここまでできたら、実際に Python の中身を書いていきたいと思います。ここまでできた人は Python をダブルクリックしていただいて中身を書いていきたいと思います。最初にまずやらなければいけないのが書かなければいけないのが、先ほども言ったように、Rhino のスクリプトを使う場合はまずインポートで Rhino スクリプトシンタックスアザーレスとまずそのように、Python でグラスホッパーで Python を使う場合はこれはもう明示的に毎回書いてしまっても構いません。ほとんどの場合これが必要になってくると思います。で、次に今回はポイントとしてアウトプットを作りたいのでまた別のライブラリをちょっとインポートしたいと思います。で、それが今度は Rhino Common っていうクラスかライブラリから呼び出すものなんですけどもそのあたりの説明はまた、ヘルプを見ていただければと思うんですが、インポートの大文字の R から始めてライブでドットジオメトリーアズ GEO と書いてみてください。
まずは、Rhino のコマンドが呼べるようにこのようなインポート処理をしました。 Rhino スクリプトシンタックスにはポイントを打つっていうアットポイントっていうのがないので、このように Rhino ジオメトリーっていうのを使っています。まあ、あるんですけども、そのもうちょっと扱いやすい Rhino ジオメトリーっていうのを使います。で、次に先ほどやったようにリストとして書き出したいので、空っぽのリストを作ります。で、次に、では、X 方向、Y 方向、Z 方向にそれぞれ指定した数分だけ点を置いていきたいと思います。それを一体どうするのかっていうんですけども、ループ処理を、何重にも重ねることで、X と Y と Z 方向にそれぞれグリッドを出していくということをしたいと思います。まあ、そのグラスホッパー自体でグリッドを作る際にはグラフとしてフラッテンして、グラフとしてフラッテンして掛け合わせるみたいなことをしたんですけども、Python ではもう少し、スクリプトではもう少し単純にそれをすることができます。最初にまず1列の配列を作ってみたいと思います。それをするのが先ほど書いた for ループを使います。 for i の in range x ので、まずは1列に配列されたポイントっていうのをまずは作ってみたいと思います。で、ポイントの作り方はちょっとここでは、こういう方法があるっていうのを知ってもらいたいんですけども、ちょっと時間が あるのあまりないので、こういう方法があるっていうのをちょっとコピペで覚えていただければと思います。ポイントの作り方として、まず、インプットとして入れた OBJ、 このポイントをコピーしてそれを移動して、作るという方法を取りたいと思います。で、まずコピーの仕方、添付 OBJ という名前のオブジェクトを作って、それは RS ライノスクリプトのコマンドでコピーオブジェクト、このオブジェクトをコピーしますよという、スクリプトを呼び出します。どのオブジェクトをコピーするかっていうのは OBJ インプットに入れた、オブジェクトをコピーしますよっていうふうに指定します。なので今添付 OBJ、 これは名前は何でもいいです。添付 OBJ っていう名前の入れ物に、空っぽの入れ物に今インプットとして入れた OBJ のコピーを入れましたっていう処理になります。イコールっていうのは右から左に入れるっていう意味です。これで一度テストしてみて、まずはエラーがないことを確認してください。で、まずはコピーができたけど、じゃあ次にコピーしたポイントをどうするかっていうので、まずは X 方向に配列させたいということになります。なので、コピーした点を動かす必要があります。それをしてくれるのがrs.moveObject になります。で、括弧を押すとその中にオブジェクトの ID とオブジェクトを動かす方向、つまりベクターを入れてくれというふうに出ているので、 X 方向に動かすベクターを2番目、ポイント自体を1番目のパラメータとしています。今回動かしたいのは添付 OBJ なので、添付 OBJ を1番目に入れて、2番目には、ベクターの値を入れます。ベクターの書き方は鍵括弧を作って、鍵括弧の中に3つの数字を入れることでその数字がベクターになります。 X 方向に動かす場合は今 for ループなので i を使って i×s、 s っていうのは先ほどインプットとして指定したステップの数です。 i×s ということは i が0の時は 0の位置に、 x が0の位置に、 i が1の時は 1×s の位置に x がどんどん移動されるということです。これが x で、あとはコンマ0コンマ0と入れて、で、括弧を閉じてください。
で次の行に行って最後にこの移動したオブジェクトをリストの中にアペンドで入れます。添付オブジェクトを入れます。これで移動された、点がリストの中に入って、あとはそれを A から吐き出せば、吐き出してテストをして問題がなければライノのアウトプットを見ていただくと、一列に並んだ X 方向に一列に並んだまず点の、羅列が見られると思います。これに Y 方向と Z 方向とを足していけばすぐに三軸になるということになります。じゃあそれをやっていきたいと思います。ここまでは大丈夫でしょうか。まずは一軸に並べてやる状態です。一軸までできたら二軸を作っていい、二軸目プレーンな状態にしていきたいと思うんですけども、やり方は、for i in range x の後にもう一つすぐに新たな for ループを作っていきます。今回は for n in range の y とします。これで今 for の後の i を n に変えていますけども、この文字も別に何でも大丈夫です。別に t にしてもよろしいですし、 x にしても m にしても n にしても使ってない文字であれば何でも結構です。でここで for をしたら、 for の後は常に4つスペースを空けなければいけないので、その後にあるコードは全て4つ右にスペース、足さないといけません。今僕がやったのは右に動かしたいものを全部選択してタブを押しました。タブを押すことで右に移動できます。左に戻したいときはシフトを押しながらタブです。そうすることで右に、一回寄らせます。そうすることでこの for n in range y の中にこのコードが入ってますよという指定ができます。じゃあ次にこの n をどこかで使わないといけないんですけども、それが y 方向のポイントのコーディネートの位置であるというのが分かったんです。今度は y 方向に移動させないといけないので、 y 方向の位置はどこで指定しているかというと、この rs.moveObject の今2番目の値0にしている部分です。ここを y の値に置き換えることで y 方向にも移動されることができます。なのでここに書くこととしては n かけることの s、 これでテストしてみると、今度は二軸に平面にグリッドが展開されたっていうことが分かります。でここまで来ればもう z は簡単で、同じように for n の後に例えば for t として in range の z として、これをまた右に寄らせて、for 以降のコードを選択して右にタブで寄らせて、z ポイントの z の位置が今0になっているのを t かけることの s とすれば、 z 方向にもグリッドが展開されるということになります。ここまでは大丈夫でしょうか。このようにループを繰り返し繰り返しすることで3次元のグリッドを実現することができました。グラスホッパーではグラフとフラッテン、グラフとフラッテンをめんどくさくやっていたのを、このような短い行で書くことが可能になります。まあ、それだけでも分かっていただければいいかなと思います。じゃあ次にもうちょっと Python 自体の、機能を深く見ていきたいと思います。6のクラス E のファンクションっていうのを開いてください。あらゆるプログラミング言語に共通することなんですけども、
書いたコードっていうのは一つにツールセットとしてツールとしてまとめて、それを後で何回も何回も呼び出すことができるようにする手法があります。でそれをファンクション、そのツールのことをファンクションと言います。ファンクションを作ることで、一度ツールとして作っておいたファンクションを後で、呼び出すこと、何回も呼び出すことができるようになります。じゃ例えば今回は一軸に、ポイントを置くっていうファンクションを作って、でそのファンクションを何回も呼び出すということをちょっとしてみたいと思います。じゃここにで書いてあるのは一度隠しておいて、サンプルのファイルは一度プレビューオフにしておいていただいて、この横に空っぽの Python スクリプトを書いてください。で、X と Y には取り急ぎ何も入れないことにします、今回は。で、ダブルクリックを押して、まずは先ほどといつもと同じようにインポートライノスクリプトシンタックスの as rs と書いてください。でリストとしてアウトプットしたいのでリストイコールの鍵括弧と書いてください。あと Python の a には一応パネルをつないで中身が見れるようにしておきます。で今回は一軸の、グリッドを書きたいので、まあ、さっきとはちょっと違う書き方でグリッドを作って、でそれを、まずはリスト A からアウトプットしてみたいと思います。まずはファンクション関係なく一軸のグリッドを作っています。書き方は前回と同じようにまず for ループから始めます。 for i in range、まあ、例えば3つある、まあ3ついくつでもいいですけども、X 方向に、3つ点があるようなファンクションを作りたいとします。でその中に、まず PT っていう名前の、ポイントオブジェクトを作っ空っぽの入れ物を作って、でその中に rs.vector@ベクターの数値を入れていきます。ベクター、今回は、そうですね、10×5 との i でコンマの00。俺ベクターアットじゃなくてアットポイントで大丈夫です。rs のドットアットポイントとしておいてください。で、中の数字を鍵括弧で囲んで、括弧で閉じてください。で、こうやってできた、まあ、これがラインスクリプトシンタックスを使ったポイントの書き方です。さっきはもうちょっと複雑なジオメトリーコピーして移動するっていう方法を取ったんですけども、直でポイントを作る場合はこういう書き方もできます。でそれをリストに、入れていきたいと思います。リストドットのアペンドで今作った PT を入れます。でそのリストを A から吐き出してみます。 A イコールことのリストでテストして、問題がなければ、A からは3つの点が出てるのがわかると思います。で、LINE の画面を見てみると000の1から10ずつ右に X 方向に移動した点が3つの点が出てるかと思います。じゃあこれを、一度ツールセット化してどれかどの値かをちょっとパラメーター化することによって、その3つ点を作るっていう機能を、いろんなパラメータを用いて、複製というか再度読み出すっていうことをしたいと思います。で今までこれ今まで習っただけの方法だと、ここにある for 以降のコードをコピーペして何個も何個も、コードを呼び直すっていうことになってしまうんですけども、それだと非常にメンテナンス性が悪くなるというか、
一つコードを変えても他のコードが変わらないという問題になってしまうので、このフォアループ以降のこのコードをまとめてツールとして登録したいと思います。でその際にどういったパラメーターを、入れようかということなんですけども、例えば開始地点、今これ X の000からグリッド X 方向への配列が始まってるんですけども、この開始地点を自由に設定できるような、ツールを作ってみたいと思います。でそのツールの作り方なんですけども、まずツールに名前を付けてあげる必要があります。付け方は最初にこのフォアループの前の行にちょっと書いていただきたいと思うんですけども、最初に def と入れます。 def っていうのはこれからファンクションを作りますよっていうデフィニションという意味の def で、その後にツールの名前を付けます。今回は例えば makeGrid という名前の名前にしてみます。でそこにカッコを作るんですけど、カッコの中に、どういったインプットを入れたいのかっていうのを指定します。今回は、初期位置、グリッドの初期位置を一つインプットとして入れたいので、まあ、POS っていう名前のインプットをちょっと作ってみたいと思います。別に今ここで名前を入れた POS っていうのは、別に何でもよくて、Python っていうのはタイプを最初から指定するんではなくて、後からタイプを決められるような言語なので、最初にタイプは指定せず、ただ自分の思い浮かんだ名前をここに入れておきます。1個だけ入れておきます。複数入れる場合はコンマで区切って入れていきます。今回は1個だけ入れます。でデフィニションと書いたら、後に書いたこのフォアループのコードをタブで右に寄せておきます。で言い忘れてしまったんですけども、 def の makeGrid を post したら、この後には if と for と同じようにコロンをつけておいてください。これで一応もうツールは完成です。 makeGrid っていうツールが完成して、で今000の位置からグリッドが出るようになっています。ただこの post っていうのを今まだ使っていないので、この post から post の位置からグリッドが書かれるようにちょっと変えてみたいと思います。なので、フォアループの後に pt イコールとして、でそこに rs ドットベクターアットと書いてください。ベクターアットっていうのはあるベクターとあるベクターを足すためのコンポーネントです。で今回やりたいのは、先ほど書いたこの 10×i,0,0 のポイントを、開始地点のポスト足し合わせて、そこからポイントが始まるというふうにしたい。まあ、ポイントとポイント、ベクターとポイントを足し合わせることで、そのベクターの位置からポイントの描写が始まるという指定をすることができます。これはベクターの足し算の考え方です。なので先ほどの書いたポイントのやつをカットして、ベクターアットにまず入れておきます。で1番目のパラメータとして POS と入れて、コンマで区切って、ベクターアットの中に2つのパラメータが入るようにしてください。1つ目が POS、 2つ目が、先ほど書いた 10×i のポイントの位置で、先ほどカットしたその下の pt イコール rs ドット at ポイントっていうところに改めて pt を入れてください。これで pt の中にポイントとしてのジオメトリーが入ることになります。今最初のこの pt イコール rs ドットベクター at の状態では、まだベクターっていう数値情報しか t の中に入っていないので、それをポイントとして描写するためには再度 rs.addPoint ってのをかませる必要があります。それでポイント描写ができたら、リストの中に pt を入れて、でこれでまずツールが完成です。でテストをしてみると、一度これ今まで書いた
今まで書かれていたグリッドは消えてしまうんですけども、っていうのはツールとして作った時点でまだこれ呼ばれていないからです。ツールとして作ったら今度はこれを呼び出す必要があります。これに命令を与える必要があります。それをするのは今このデフィニションデフメイクグリッドとしたのを、したメイクグリッドっていうのをデフの下に改めて呼び出す必要があります。でその括弧の中に自分で指定したパラメータを入れる必要があります。で今回指定したパラメータっていうのはポジションのポスなので、3つの自分の好きな数値を鍵括弧で囲んでポイントを作って、で中に入れてみてください。3つの数字をコンマで区切って入れて鍵括弧の中に入れて、で実行してみてください。でテストを押すと指定したポイントの位置から3つの点のグリッドが始まるようになります。でそれをメイクグリッドというのをコピーしていくつか違う点でパラメータを入れ替えてみると、その点から全て始まるようになります。このようにコードをまとめてツール化してしまうのをファンクションと言います。これ非常に重要なのでよく使うことなので覚えてください。じゃあ次に、じゃあもうちょっと、アドバンスの話として、じゃあファンクションはできましたと、じゃあ今度はクラスという概念を教えたいと思います。7のクラス E のクラスというファイルを開いてください。でクラスというのは先ほどは、一つのファンクションとしてでコードをまとめて、作ったんですけども、クラスというのはそういったファンクションが複数含まれているようなツールセットのことを言います。で具体的にどういうものかっていうのをイメージしてもらいたいのは、実際にもうグラスホッパーのそれぞれのコンポーネントっていうのはもうクラスと考えていただいて結構です。例えば、ローテートというコンポーネントがあったとします。でこれにもうインプットが3つ入れられるようになっていて、アウトプットは2つ出るようになっています。でこれっていうのはファンクションが今2つあって、2つのファンクションで2つ別々のアウトプットを出しているって状態、2つのファンクションがこのローテートっていうコンポーネントの中に入っているっていうふうに思っていただければ分かりやすいかなと思います。なのでローテートっていうこの1つのコンポーネントがクラスであると、で好きなインプットを入れてあげると違うファンクションで違う結果を2種類得られることができる。ローテートした結果のジオメトリーとマトリックス情報が得られる、トランスフォーム情報が得られる。こういったものを作るっていうのがクラスを作るということになります。こういったコンポーネントを作るっていうのがクラスを作るということになります。じゃあ実際にちょっと作ってみたいと思います。空っぽの Python スクリプトを出していただき、サンプルのファイルはちょっとプレビューでオフにしていただいて、まずはいつも通りインポートの line のスクリプトシンタックス as rs と書いていただき、空っぽのリストを作ります。でまず、今回はリストは作らなくて大丈夫。で今回はクラスというものを作るので、まずクラスの宣言をしてあげる必要があります。先ほどは DEF という宣言でツール、ファンクションを作りましたが、今度はクラスという宣言をすることで、クラスを作ります。ツールセットを作ります。宣言の仕方は最初にクラスと書きます。クラスと書いて、例えば今回はボールを作るためのクラス
というのを作ってみたいと思うので、ボールと名付けます。で、これは一応規約というか、強制的な規約ではないんですけども、クラスとしてつける名前にはの最初の文字は全て大文字になるようにしておくと後々分かりやすいので、今回は大文字の B から始まるボールと作ります。で、作ったら、今までの def と for と if と同じようにコロンをつけてください。コロンとつけるとリターンを押すと自動的に4つのスペースが出るので、そこから書いていく形になります。で、クラスを作る際に、一番最初にまず指定してあげなければいけないのが、初期値の情報です。ボールを新しく作った時のデフォルトの値、初期の値っていうのを指定してあげる必要があります。それを、これはもう必ず書かなければいけないことで、 def のスペースアンダーラインが2つで init で、さらにアンダーラインが2つで括弧でコロン、こういった書き方をまずは絶対にする必要があります。 def スペースのアンダーラインが2つ、イニットと書いてアンダーラインが2つで括弧で閉じて、これが、イニシャライズと呼ばれる処理で、クラスを作る際には必ず必要な、初期値を設定するところです。で、今回は、初期値としてボールの、位置とあと、半径を指定したいと思うので、それをインプットとして入れてあげたいと思います。で、イニットの中に、この括弧の中にもう一つ必ず入れなければいけないのがセルフと呼ばれるものです。これは常に入っていないといけないものです。で、その後に自分の入れたいパラメーターを入れていきます。例えば今回の場合はポジションと、このレジュメに合わせてアンダースコアから始めます。ポジションとラディアスと、ポジションっていうのは、ボールの位置で、半径っていうのはボールの半径ということにします。で、イニシャライズしたときに、ボールを呼び出したときに、そのボールの半径あるいはポジションっていうのを、どこでも呼び出せるようにするために以下のような処理をする必要があります。というのは、セルフのドットホスにポジションを代入する、セルフのドットラディアスにラディアスを代入する、そのインプットから来たラディアスを代入する、この処理を絶対しなければいけません。このドットポス、ドットラディアスの名前は別に何でもいいんです。自分の好きなように書いていただいて結構です。で、このアンダースコアポジション、アンダースコアラディアスっていうのは、このインプットで入れた、例えばこの XY で入れることになるであろうポイント、情報がここに来ることになります。これでまずは初期値の設定は終わりです。ここでまずパラメータとして、このボールっていうクラスには、位置と半径っていうパラメータがあるということがここで分かります。じゃあ次に、今度はボールを描写するためのファンクション、機能を、ツールを追加したいと思います。ディスプレイするため、ライン上に描くためのファンクションっていうのを追加したいと思います。一度 def を、スペースを削除することで抜けていただいて、次の行で再度 def と2個目の def を作ります。最初の def は初期値の設定するための def で、絶対に書かなければいけない行も、次のやつは別に書いても書かなくてもいいんですけども、今回はディスプレイをするためのファンクションを作りたいと思います。で、それがDef で、今回はディスプレイという名前にしておきます。 Def スペースのディスプレイで、
クラスに入っているクラス上で作るデフィニションファンクションっていうのは常に最初にセルフを入れないといけません。セルフっていうのはクラス、このボール自体のことです。外でクラスの外で、ファンクションを作る場合はこのセルフというのはいらないんですけども、クラスの中で、デフィニションファンクションを設定する場合は常にこのセルフというのをパラメーターの一つ目として入れることを覚えておいてください。で、今回はそれ以外のパラメーターはいらないので、ディスプレイセルフとしたらコロンと書いてリターンをしてください。で、今回出したいのはスフィア、前回やったようなアットスフィアので出てくるスフィアを、出してあげたいの で今回新しいものとしてリターンというものを使います。リターンの rs.addSphere で、そのボールのポジション self.pos を1番目のパラメータとして使って、 self.radius 半径として設定したパラメータ、このイニシャルでイニットで設定したものをここで入力します。じゃあリターンというのは一体何なのかっていう話なんですけども、リターンっていうのはこのファンクションを呼び出したときに、このファンクション自体がこのスフィアですよっていうふうに、指定するものです。なので通常デフィニションは2種類あるんですけども、一つは、ただ計算だけをするもの、例えば 1+1 っていう計算だけをして、アウトプットとしては何も出さないもの、あるいはこのリターンっていうのをつけることでファンクション自体が、オブジェクト、物体あるいは数値になることができます。リターン 1+2 ってすることでこのディスプレイセルフ自体が 1+3=4 っていう数字になります。リターンをつけないとただ 1+3 っていう計算が背後で行われているだけで、アウトプットとしては何も出てきません。なのでこのリターンをすることでこのディスプレイ自体がオブジェクトに変換されるというふうに思ってください。で、それを実際どういうことかっていうのを、実際にアウトプットすることで見てみたいと思います。じゃあこれでもうクラスはできましたと。クラスできたらもう次のリターンをしていただいたすべてのスペースを削除して新しい行から始めることにします。で、こうやってできたクラスなんですけども、一度テストしていただいて、まずはちゃんと動くことを確認して、で、まず画面にはまだ何も表示されていないと思うんですけども、ここで表示するために、2ステップ、用意する必要があります。1ステップ目はまずボールの、インスタンス、つまりボールのこのクラスを使って、ボールのコピーというかインスタンスというか、パラメータを入力した結果のオブジェクトを、作る必要があります。まあ、例えばスフィアコンポーネントっていうのがすでにありますけども、これもスフィアを作るためのクラスです。で、これ自体では何も入力されてないと何も現れません。で、今デフォルトで入力されているので今中心に出ているんですけども、インプットに何かを入れるとアウトプット S から何かしらものが出てきます。で、その出てきたものが、インスタンスであると思ってください。このコンポーネント自体はクラスで、出てきたアウトプットっていうのがインスタンスであると、こういうふうに考えてください。なのでまず、クラスのインスタンスっていうのを作ってあげる必要があります。その作り方というのが、まずクラス、インスタンスの名前を決めてあります。これは別に何でも大丈夫です。例えばこう小文字で、小文字の B から始まるボールっていうのを名前を指定したとして、で、そのインスタンスはボールっていうクラスのインスタンスであるというふうに指定します。で、指定の仕方はクラス、大文字の B から始まるクラスを最初に書いて、で、カッコの中に、自分で指定したパラメータ、今回の場合ポジションとラディアス、
を入れてあげます。そうすることでインスタンスを作ることができます。でこの中には、ホスト、ラッド、POS と RAD という、文字を入れてみたいと思います。で、まあ、これだけだとテストすると、エラーができてしまうので、インプットの名前、今 X と Y ってなってるのを POS と RAD に変えたいと思います。今 Python のインプットになっているこの X をまず右クリックして POS としてください。で Y には Y は右クリックで RAD としてください。これで再度テストを押すとエラーが消えているはずです。でこれでインスタンスを作るためのコードが書けて、最後に A から、何かしらのものをアウトプットしたいと。でインスタンスをそのまんまアウトプットするとちょっと予想とは違うものが出るので、ちょっと一回それ試してみたいと思います。まずパネルをちょっと出して、ホスに、ポイント、コンストラクトポイントでポイントを入れてみて、RAD に半径の数字を入れてみます。でここでは A イコールのボールと書いてみたいと思います。そうすると何が出てくるかというと、ジオメトリーではなくて何か得体の知れないコードが A から出ているのが分かると思います。これは一体何かというと、これはインスタンス、そのボールから出た、ボールから作ったインスタンスの、ジオメトリーの ID です。でなんでスフィアが出てないかというと、これがスフィアであるかどうかは Python のコード自体は分からないからです。これをスフィアで、これをここからスフィアを返すためには、スフィアっていうジオメトリーを明示的に、吐き出してあげる必要があります。そのためにさっき作ったこの def ディスプレイっていうのが必要になります。なので単純にボールを書き出すんではなくて、ボールの中に入っているファンクションを呼び出してあげる必要があります。呼び出し方は、例えばボールの中のディスプレイっていう、ファンクションを呼び出したい場合で、今回の場合ディスプレイを呼び出すとそのまんまスフィアが呼び出されるので、 A イコールボールのドットディスプレイと書くことで、ボールのディスプレイっていうファンクションが書き出せることができます。それでテストしてみると、無事に指定した位置にスフィアが吐き出されます。なのでここでクラスの中で別のファンクション、別の名前でファンクションを作ってそれを呼び出すと、そのファンクションがディスプレイとは違って、ディスプレイとは別のファンクションが呼ぶことができます。このようにしてツール、ファンクションをいっぱいこの中のクラスの中に作って、いろいろ組み合わせて作っていくという、一つのツールセットとして、作り上げていくというのがクラスです。これも慣れてくると非常に、重要によく使うことになるので、これもぜひ覚えていただければと思います。でもうすでにインスタンスっていうのは作っているんですけども、じゃあそのインスタンスをさらにどうクラスホッパーで利用できるかっていう話をしたいと思います。8の、はい、大丈夫です。ディフィニションのところで、はい、その後にアンダーバーっていってポジションってなってますよね。はい、これっていうのはもうあの決まり事で、そこはもうアンダーバーつけてなんかつけないとダメなんですか？これはつけてもつけなくても大丈夫です。ただまあ一応規約というか、まあその一般的な規約として、イニシャライズのパラメータのところにアンダースカーをつけることが多いということです。でもつけなくても全然大丈夫です。あとその、まあ、
先ほど使われている、ディフィニッションディスプレイのところの、はい、あの値のセルフドットポストになってますので、これっていうのは、クラス内で、はい、その値を使うときはもうずっと、ああ、そうです、そうです、その通りです、その通りです。クラス内に入っているパラメータを使う場合は常にセルフドットとする必要があります。はい、では8の E のクラス E のインスタンスっていうのを開いてください。で先ほどの話でちょっとインスタンスについては多少イメージはつかめていただけたかなと思うので、今度はそのインスタンスっていうのをどのように利用していけるかっていう話をしたいと思います。サンプルファイルのこのクラスを作りインスタンスをアウトプットするっていうこの部分は先ほど作ったのと同じものなので、これを再利用したいと思います。でその下の部分をちょっと再現してみたいと思います。新しい Python コンポーネントを作っていただいて、でインプットとして一つだけにしてみたいと思います。今 X と Y とあるのを一つだけにして Y の名前をボールとしてください。でそのボールに、一番先ほど作ったクラスのアウトプット A で、今アウトプット A からはディスプレイではなくてボールという、コンポーネントが出ています。ボールというインスタンスがもう直接吐き出されるようにしています。先ほどチェックしてみたような、ID が直接出ているような状態です。この ID の状態のオブジェクトを使えるような形に分解するっていうことを今回してみたいと思います。こんな ID みたいな形で出たら使えないんじゃないかっていう話なんですけども、これを別の Python につなげることで再度クラスのインスタンスとして分解して読み取ることができるようになります。なので、クラスから出た A を今作った Python スクリプトのボールにつなげてください。ボールのインプットにつなげてください。でその上でダブルクリックして中身を変えていきたいと思います。まず最初にいつもと同じように Lino スクリプトシンタックスインポート Lino スクリプトシンタックスアザーベースと書いてください。で今回何がしたいかというと、このインスタンスインプットとしてインスタンスというのはどのように使うことができるのかという話です。でインスタンスの中にはすでにいくつかのパラメーターが入っています。先ほど設定したパラメーターが入っています。一つはセルフドットポストで、セルフドットラディアスと、で新しく今回追加でセルフドットオブジェクトっていうのは追加しています。この3つのパラメーターがこのボールのクラスインスタンスには入っています。でこれの中身が実際どういうものなのかっていうのをこの ID だけでは見ることができないので、新しい Python スクリプトを使うことでこの中を再度分解して見てみたいと思います。そういうことができます。ではスクリプトに例えばラディアス、このインプットしたボールのラディアスを見てみたいっていう場合、以下のような書き方をします。例えば A からラディアスをアウトプットしてみてみたい場合、 A イコールのボールドットでドットと押すと、もうすでにそのボールが持っているパラメータが羅列されます。オブジェクトなのかポスなのかラディアスなのか、今回はラディアスが欲しいのでラディアスをダブルクリックしてそれでテストをしてみると、 A から先に作ったインスタンスのボールの半径がここで A からアウトプットされるされているのが分かると思います。でその今僕は39という数字が出てるんですけども、その数字というのはもともとクラスボールを作るクラスで設定したこの半径、この半径が
この値で出てるっていうことになります。なのでこのスライダーを変えることで分解されたインスタンスの数字も一緒に変わるということが分かると思います。今ここでやってるのは単純にここで作ったインスタンスを分解してもう一度半径に直しているというだけなんですけども、これを利用することで、今までグラスホッパー単体では難しかったいろんな、もの同士の、アトラクションによるアニメーションだであるとか、そういった干渉し合うもの同士がクラス同士がオブジェクト同士が干渉し合うようなシミュレーションがこういう手法を使うことによって容易にできるようになります。それをちょっと、今回は触りだけでもちょっとやって、皆さんに教えたいと思います。まあ、インスタンスというのはそのところで、次に Q のクラス E のアニメーションというファイルを開いてください。ここが多少ちょっと重くなっていく部分です。実際にこうやってクラスインスタンスを覚えていただいたときに、何が一番、まあ、グラスホッパーでそれを使うことで可能性があるかって個人的に考えたときに、実際にグラスホッパーのライノ上でアニメーションとしてものを動かすシミュレーションみたいなことをするっていうのはいくつか可能性として大きいんじゃないか、面白いんじゃないかっていう考えたので、それを実際にやってみたいと思います。でまず、クラスとしてちょっと前回とは、いろいろ加わってデフィニションとか加わっているので、それをちょっと今回は、1から変えてみたいと思います。まずはサンプルファイルを隠しておいて新しく Python を書きます。でインプットとして今回はボールを書いて、でボールがある点に、ある点を追いかけるようなアニメーション、例えばライノ上になんかランダムに点を置いてその点に向かってボールが向かっていくようなアニメーションっていうのを作ってみたいと思います。っていうようなシミュレーションですかね。でまずは、ボールのクラスを作ります。インプットとしては最初のポジションのポス視点であるボールの視点である POS というのとボールの半径である RAD というのをラディアスを指定しておきたいと思います。でインプットとしてコンストラクトポイントでポスにはポイント RAD には半径の数字を入れておきたいと思います。で中身を書いていきたいと思います。でまずいつもの通りインポートラインのスクリプトシンタックス as rs と書いていただいて、最初にまずクラスをしてクラスボール、ボールのクラスを作ります。先ほどと同じようにクラススペース大文字の b でボールと書いていただいてクラスボールと書きます。でまずやらなければいけないのがイニシャライズのための、デフィニションで最初にセルフと書いて、このあたりは先ほど書いたのと同じであるのでコピペしていただいても大丈夫です。ラディアスとポジションのパラメータを設定してあげて、セルフのポスにはポジションを入れて、セルフのラディアスにはインプットで入れたラディアスを入れて、でセルフのオブジェクトには RS at sphere で、スフィアオブジェクトを入れておきたいと思います。先ほどはここの部分はディスプレイで書いていたんですけども、もうインプットの部分で
スフィアっていうオブジェクトをセルフドットオブジェクトの中に入れてしまいたいと思います。それでイニシャライズは終わりで、次に今度は点を追いかける、機能、ファンクションを追加してみたいと思います。ここからが新しい部分です。で、点を追いかけるためにまずどういった情報が必要かって考えてみると、まず追いかける先の点の情報、ターゲットの点の情報、あとどれぐらいのスピードで追いかけるかっていう情報、スピードの情報、2種類あるかと思うので、2つのインプットが入れられる機能、フォローっていうファンクションを作ってみたいと思います。デフィニションのスペースのフォローで、カッコの中にセルフは常に入れてくださいと。1番目にセルフが来て、で最初のパラメーターとしてまずターゲットがあるかなと、ターゲットと、で次のパラメーターとしてスピードというのを入れています。今はまだ名前を決めているだけです。でデフィニションとして、作ったらコロンを書いてリターンをして、で4つのスペース、4つ分のスペースが出たら、まずここで、アニメーションの考え方をちょっと、おさらいしておきたいと思うんですけども、アニメーションというのは1フレーム1フレーム、距離が変わ、位置が変わっていくことで、移動しているというふうに感じさせるんですけども、なので1フレームどれだけの距離ターゲットに向かって移動したかっていうので、まるで物がそのターゲットに向かって移動しているように見せるというふうにします。なのでここでは1フレーム分の移動距離というのを計算して、ベクターで計算して書いてあげる必要があります。じゃあまず何が必要かっていうと、ターゲットというポイントがあったとして、そのターゲットに向かう、自分の点、自分自身の点っていうのはこのセルフドットポスです。このセルフドットポスからターゲットに向かうベクター、そのベクター情報がまず欲しいです。でそのベクターをまず、作ってみたいと思います。仮にそのベクターの名前が vec2pt という名前だとします。これは別に何でも大丈夫です。仮にこういう名前にしたとして、ターゲットに向かう、ベクター、ポジションからターゲットに向かうベクターはどうやって計算できるかというと、ベクターの引き算をすれば、取得できます。っていうのは、ターゲット引く、ターゲットっていうのをもうベクターであると仮定して、で引くことのセルフドットポスで、セルフドットポスからターゲットに向かうベクターっていうのをこのベクターの引き算をすることで、まず得られることができます。でそれだけだとベクターの長さっていうのが、ターゲットと自分の点を結ぶ直線の距離と全く同じになってしまうので、今1フレームでどれぐらい動かすかっていう話をしたいので、このままだとこのベクターをそのまんま使ってしまうと1フレームで瞬間的にターゲットに移動してしまうということになってしまうので、この、出てきたこのセルフドットポスからターゲットに向かうベクターの値を小さくしてあげる必要があります。でその方法としてまず長さ1に変換してしまいたいと思います。でそれをユニタイズと言います。方法としては vec2pt ドットのユニタイズ、大文字の U から始まってユニタイズで書くことで、でカッコカッコで囲むことでベクターの長さを1に強制的に直すことができます。じゃあこれで OK かっていうと、これだと1フレームで1の単位しか進まなくなるので、今度は逆に遅すぎるかもしれない。じゃあどうするかっていうと、ここで、インプットとして指定したスピードを使うことで、ベクターの長さを再定義する必要が出てきます。
ここで出てくるのがベクターの掛け算です。やるのは単純に vec2pt を vec2pt かけるスピードとすることで長さを1かけるスピード、今の長さは1なので、そのスピードにそのベクターにスピードというのをかけることでスピード分の長さのベクターが出来上がります。それができたら、次のフレームでは今の自分のセルフドットポスの位置をそのベクトゥー PT で指定したベクター分移動させたいので、自分の位置をベクトゥー PT 分足し算して、ベクターの足し算をしてあげて移動させてあげます。セルフドットポスの中に今の自分の位置からベクトゥー PT 分足した値を入れて、ベクターの足し算を入れて移動してあげます。これでまず自分の位置が更新されました。で、更新されただけでは不十分で、というのはアウトプットとして、僕らが望んでいるのは9点、その点の位置にある9を出したいので、このセルフドットオブジェクトというのも更新してあげる必要があります。なのでポジションを更新したら、セルフドットオブジェクトイコールの RS ドットアットスフィア、これと同じような命令をしてあげる必要があります。アットスフィアのセルフドットポスのセルフドットラリアス、これで命令は完了です。これで、ターゲット、インプットにターゲットっていう、その向かう先をと、スピードっていう、どれぐらいのスピードで移動するかっていうのを入れることで、1フレーム1フレーム、そのターゲットに向かう、ファンクション、スフィアがターゲットに向かうファンクションっていうのを作ることができました。あとはこのボールっていうクラスから出てきたできるインスタンスを A から吐き出してみたいと思います。今やることとしてはボールというまずインスタンスを一つ作ってあげて、ポストラットというインプット、スライダーから来たインプット、ポイントとスライダーから来たインプットで、まずボールっていう小文字のボールっていうインスタンスを作ってあげて、それを A から、書き出しアウトプットしてあげます。エラーが起きたのは、ボールインスタンス has no、 ちょっと スペルミスでした。これでテストするとうまくいっていれば execution completed successfully で、 A からはインスタンスのコードが出ているかと思います。じゃあ、そうやってファンクションを設定した時に、じゃあ今度は何をしたいかっていうと、2種類したいことがあります。一つはこのインスタンスからボールを描写すること、一つはフレームごとにこの移動するためのフォローっていう、ファンクションを起動させること、実行させることです。で、そのためにこのインスタンスを一回外に、 A から外に吐き出してあげて、もう一つの、Python をかませることで、もう一つの Python でそのディスプレイとフォローっていうファンクションを呼び出してあげて、で、そのもう一つの方で、アニメーションができるようなセットアップをしてあげたいと思います。で、今まで1フレーム1フレーム動かすという話をしてたんですけども、じゃあどうやってフレームを変化させるのかっていうのが一つ疑問にあるかもしれません。それをどうやるのかっていうのを教えたいと思います。
まずは Python からの Python スクリプトをもう一個出していただいて、で名前インプットとして、3つ入れたいと思います。1つはボールのインスタンスを入れるためのボールというインプット、1つはターゲット、そのライノの向かいたい点のための、ターゲットというインプットで、もう1つがスピード、向かうスピード、追尾するスピードであるスピードっていうインプット、その3つをまずは入力してください。でアウトプットもちょっと何種類か出してみたいと思います。アウトプットも同じように A というところで右クリックをすると名前を変えることができます。一つはまあスフィアとしてオブジェクトとして出してみたいのでスフィアというアウトプット、もう一つは、ポジション、その今のそのボールの位置がどこにあるのかっていうのを見るためのポジション、もう一つが、そのボールの半径、半径は基本ここでは変わらないんですけど道を出しておきたいと思います。じゃあできたら、A から出てるインスタンスをまずはボールのインプットに入れてください。でターゲットのポイントも指定しておきたいと思うので、ライの上に適当に点を打っていただいて、その点を、グラスホッパーでポイントコンポーネントに入れてあげて、そのポイントをターゲットのインプットに入れてください。でスピードには、1フレームどれぐらいずつ、どの単位ずつ移動したいかっていう指定するので、まあ、例えばここでは10としておきたいと思います。この10というのはユニットで換算されます。もしお使いのラインの環境がミリ単位でやっているのであれば、10というのは10ミリずつ進むということになります。メートルなら10メートルずつ進むということになります。じゃあここで中身をちょっと変えていきたいと思います。今中身は空っぽの Python スクリプトをダブルクリックしていただいて、先ほどと同じようにインスタンスの分解をしてみたいと思います。まずはインポート、ラインのスクリプト、シンタックス、アーズ、RS ってのをいつもの通り書いていただき、スフィアからは、スフィアイコール、まずはボールのオブジェクトを書き出します。ボールドットオブジェクトっていうのは、アットスフィアで、RS がアットスフィアで出たスフィアのことです。スフィアアウトプットにはボールドットオブジェクトを出してあげて、ポジションにはボールドットポスを、ラディアスにはボールドットラディアスを出してあげます。これでまずアウトプット、まあ、出てくるものは決まりました。ディスプレイとして出したいのはスフィアだ。あとポジションとラディアス、またパラメータ情報は出せると。じゃあ次にしたいのは、1フレームずつ起動させる、実行させたいフォローっていう、コマンドです。フォローっていうことをすることによって、フォローっていうファンクションを実行させることによって、1フレーム1フレームそのオブジェクトが、ターゲットに向かって、ボールがターゲットに向かって移動させるということを実現することができます。なのでクラスの中に入っている、ファンクションの呼び出し方は先ほどと同じようにボールドットのフォローで括弧の中にそのパラメータ、フォローを使うためのパラメータを入れていきます。設定したのは2種類のパラメータなので、1つ目がターゲットで、2つ目がスピード、なので2つのパラメータをインプットで入れてあげます。これでセットアップは完了です。これでテストしてエラーが出たら
今これエラーが出たのでちょっと見てみると、多分このポイント、今 POS に入れたこのコンストラクトポイントがタイプがちょっと不明だったからであると予想するので、 POS のパラメーターをちょっとポイントであると明示的に指定してみたいと思います。最初の Python クラスの POS を右クリックしていただいて、でタイプヒントで、ポイント 3D としてみてください。でそれでもダメか、タイプを見てみると、ポイント 3D になっていて、であと RAD も、フロートにしてみてください。これでももう一度エラーを見てみます。ボールドットフォローの部分でちょっとエラーが起きているようなので、中身を見てみると、多分このタイプの部分がどこか間違っているんだと思います。今明示的にポジションを設定したので、これでこれを直接繋いでみたいと思います。これでもダメか、ああそうだ、ターゲットのこの新しく作った Python に対してもタイプヒントを指定してあげてください。ターゲットも右クリックでタイプヒントでポイント 3D とすると、無事にいくかと思います。というのも、もう最初で作った Python のデフィニションフォローを見てみると、ターゲットとポスっていうのを今引き算してるんですけども、この引き算する際にターゲットというのがポイント以外の値であった場合、こういった引き算あるいはユニタイズっていうのができないので、明示的に指定してあげる必要があるということです。単純にただポイントって入れてしまうと、これがポイントであるかもしれないし、またあるいはプレーンであるという可能性も出てくるので、プレーンというのもポイント情報と同じような、パラメータを持っているので、ここら辺で多分混乱する元になるので、明示的にポイントを入れるのであればポイントであると指定した方がいいということになると思います。じゃあこれでセットアップはできましたと。じゃあ今度はこれをフレームごとに、じゃあ実際に起動させたいんですけども、実際にもう中身を見てみると起動していることにはなってるんですけども、ただフレームごとに動いていないので分かりません。どうやって確認するかっていうと、まあ、まず簡易的に確認したいんであれば、これの新しく作った Python コンポーネントを右クリックして Enabled を押してみてください。あ、間違えた、右クリックではなくて、ミドルクリックで、ミドルクリックできる人はミドルクリックで、スイッチの、右にあるスイッチ そのエネーブルと同じアイコンを押してみてください。それを何回も押すと微妙に1フレームずつ動いているのが分かると思います。まあ、こんなんじゃアニメーションとはとても言えないので、これを実際にアニメーションとしてスムーズに動かしてみたいと思います。それをしてくれるのが、今回初めて使うタイマーコンポーネントと呼ばれるものです。検索でタイマーと出していただくと、今見た目的には1セカンドって書かれて、赤い矢印が書かれたコンポーネントが出ています。この矢印をドラッグしてフレームごとに更新したいコンポーネントにくっつけると、
その秒数、指定した秒数ごとにコンポーネントが強制的に更新されることになります。例えばタイマーコンポーネントの矢印からこの Python コンポーネントに接続してみると今1秒単位でフレームが更新されてターゲットに向かってオブジェクトが1フレームずつ命令を実行して移動しているのが分かると思います。でこの1セカンドじゃちょっとカクカクで分かりにくいって場合は、右クリックしていただいてインターバルを例えば20ミリセカンドにするとスムーズに動くようになります。でスピードを例えば遅くすることでもう少し1フレームで動くスピードが変わって上げるとスピードが上がってということができるようになります、まあ、このようにインスタンスとクラスを分けることでこのようなアニメーション処理ができるようになるのでいろんな可能性が広まるんじゃないかっていうお話です。ではちょっと残りの時間を少し、ちょっと別トピックというか今サンプルファイルとしてお渡ししていないのでちょっとこの場でお書きしたいと思うんですけども、最新の Python スクリプトコンポーネントにはちょっと便利な機能が加わっていてもう少し簡単に、いろんな機能にアクセスできるようになっています。なのでその方法をちょっとお教えしてクラスを締めたいと思います。何ができるかっていうと今まで書いた、このラインのスクリプトの今まで呼び出したラインのスクリプトの、機能っていうのは基本先ほどお見せしたそのドキュメントから検索して探さなければいけないものでこのグラスホッパーがすでに持っているこういったコンポーネント群とは全く別物なんです。ですが新しい Python のアップデートによって実はここにある Python、ここにあるコンポーネントすべてに Python からアクセスできるようになりました。これは何がすごいかっていうと、まあ、グラスホッパーで今まで自分で作っていたものがそのまんま Python のコードとして翻訳できるようになったということになります。あらゆるグラスホッパー上にあるコンポーネントであればあらゆるものが Python 上で書けてしまうということになります。その方法だけちょっと教えたいと思います。でちょっと、これを新しい Python を作ってそれで記述して見てみたいと思います。じゃ例えば、スフィアっていうのを作ってそれをムーブするっていう、まあ、そういうコンポーネントがグラスホッパーにありますがそれをそのまんまちょっとここで書いてみたいと思います。それをするためには、まずインポートで今までとは違うものを呼び出す必要があります。それが ghpythonlib と呼ばれるものです。でドットのコンポーネント asghconf としていきます。このライブラリを呼び出すことによって、ライノ上にある、グラスホッパーにあるコンポーネントすべてっていうのは、プラグインが持ってるコンポーネントも含めてすべて呼び出すことができます。例えばカンガルーなんかも呼び出すことができます。これでやったら、まずは、じゃあまずはスフィアを、この、いわゆるコンポーネントが持ってる情報でコンポーネントが持っている命令でコンポーネントで作ってみたいと思います。で出し方は ghconf. ドットと入れると、その、クラスホッパー上に存在しているコンポーネントのリストがすべて現れます。でそこでスフィアと検索してみるとスフィアというのがあるのでそれを出してみます。で、括弧を書いて、で、どういったインプットかっていうのを見てみると、インプット2つ、ベースとラディアス
ベースってのはまあ中心点で、ラディアスってのは、半径なので、まあ、中心点をとりあえず000の位置にしておきたいと思います。で、2番目のラディアスをまあ100としておきます。で、これでスフィアイコールとしておいて、で、これでもうスフィアができました。ライノスクリプトシンタックスを使う場合は rs.addSphere っていう、addSphere っていうのはそういう名前であるかどうかっていうのはヘルプを見ないと分からなかったんですけども、この場合、ライノのグラスホッパーのコンポーネントと全く同じ名前であるので非常に検索がしやすいです。じゃあ次にこれをムーブコンポーネントを使って移動してみたいと思います。 ghconf のムーブで、ムーブのインプットとしては最初にジオメトリーなので自分自身スフィアを入れて、で、モーションというのは移動する先なので、例えば100、100、100の位置に移動してみたいと思います。で、結果を A から出してみたいと思います。で、テストしてみると、何かエラーデプリケーションっていうのはもう使われていませんよっていう話なので、ここにポイント情報を入れたのが多分まずかったのかもしれないです。ここにはプレーン情報を入れなければいけないので、これでもう一つゼロ入れたらいけましたね。プレーン情報っていうのはで、あとはでもここから出てないヌルですね。一回プレーンを XY プレーンをインプットとして入れてみたいと思います。で、 X をスフィアの一番目のパラメータとして入れて、で、ベクターもこういった情報で指定するんじゃなくて、ベクター情報としてちょっと入れてみたいと思います。X 方向のベクターを作って、ここに代入してみようと思います。これでできました。このように、まあ、扱いには慣れが必要かもしれないんですけども、グラスホッパーのコンポーネント、あらゆるコンポーネントにスクリプトからアクセスできるようになったのは非常に大きいことだと思うので、で、何だったら例えば ghconf で、例えば Weaver Bird 系のコンポーネントにアクセスしたりだとか、カンガルーのコンポーネントにアクセスしたりだとか、そういったこともできるようになるので非常に可能性は広がると思います。RS シンタックススクリプト、ライノスクリプトシンタックスで、ちょっと難しいと思った人はこれから始めてみるのもいいかもしれません。ということで、その紹介は終わったところで、以上で授業を終わりたいと思います。